いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2016年モデル、フォルクスワーゲンザ・ビートル・デューンをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントのバンパーとボンネットにそれぞれ1000傷があり、フロント2本のアルミホイルにガリ傷がございます。また、助手席のドアのエッジの部分に小さな傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。 走行距離約8000キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はサンドストームイエロー。インテリアはブラックとグレーのコンビファブリックシートが採用されております。ビートルの R ラインをベースとし、数多くの専用装備が施されたスペシャルモデル。国内限定わずか500台のザ・ビートル・デューンでございます。エクステリアには専用のアンダーガード付きフロントバンパーやリアバンパー。 大型のリアスポイラー、18インチアルミホイルをはじめ、迫力のある仕上がりとなっております。また、インテリアに関しましても、ボディ同色のインテリアパネルや、イエローステッチをはじめ、ビートルらしいおしゃれな雰囲気に仕上がった1台です。ヘッドライトには、キセロンヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、1.4リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載され、 最高出力は150馬力を発揮します。アルミホイルはザ・ビートル・デューン専用デザイン18インチのアルミホイルが装着されており、タイヤの山に関しましてはフロントが約7分山、リアが約5分山ほど残っております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアにはザ・ビートル・デューン専用の大型リアスポイラーが装着され、リアも非常に迫力を感じられます。 合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。コンパクトなボディではございますが、トランク全体十分な容量を確保しており、さらに後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックとグレーのコンビファブリックシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、 綺麗な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。また、クルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正 SD ナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますと、 バックカメラも装備されております。シフトは6速のオートマチックシフトが採用されており、スポーツモードを選択することが可能です。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんのでご安心いただければと思います。では今回は2016年モデル、フォルクスワーゲンザ・ビートル・デューンをご紹介させていただきました。走行距離約8000キロと非常に低走行ですし、 内外装ともに良好なコンディションを保っております。新車保証も平成31年の6月まで残っておりますので、ご納車後も安心してお乗りいただけます。数多くの特別専用装備が施されたスペシャルモデル、ザ・ビートル・デューンでございます。専用のアンダーガード付きフロントバンパーや大型のリアスポイラー、18インチアルミーホイルをはじめ、迫力のあるデザインを演出しております。 走っては150馬力を発生させるエンジンと、6速のデュアルクラッチシフトが採用されておりますので、ドライバーズカーとしても十分にお楽しみいただけます。国内限定わずか500台と大変希少なモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。